スタジオでもみんなあれを作っちゃおう。挑戦するのはオリジナルの歯磨き粉を作っていきたいと思います。やったオリジナルってことは、つまりいろんな味を試せるってことですか。はい、通常市販されている歯磨き粉にはこのようなものが使われているが、今回は薬局などで買える材料だけでシンプルなオリジナル歯磨き粉を作っちゃうぞ。使う材料は歯磨き粉の粘り気を出すためのグリセリンに殺菌作用がある重曹、そして中国で採れる土で研磨剤として使われる香り、たったこれだけだ。ビーカーに重曹 60g、 重曹トーン 60g 入れちゃいます。入れます。さあ香りも入れちゃいます。香り入ります。香り入れてグリセリンも入れちゃいます。入れちゃい入れちゃい。 20g 入れちゃいます。精油 10cc 入れちゃいます。で、全ての材料を絡み合わすための精油を入れ、あとはかきます。なんかすごいことになったよ、うわっ、あ、来たんだね。ヘバネバしてきた。いいじゃんいいじゃん、濃くなってきたらやっちゃうよ。もうなんかすごいね。ね、ジャリジャリするんじゃないのこれ。うん、結構俺が触ってる段階ではジャリジャリしてる。じゃあ皆さん好きなエッセンスを入れてください。わ、松茸来た人。はい。お、元気がいいね。あ、でもいい匂いになってきた。いい匂いになってきた、本当に。え、ちなみに相葉ちゃん何を？コーヒーエッセンス。千秋さんは？私できてからの楽しみ。わあ、すっげえ癖。俺基本的にキノコダメだから。じゃあなんで混ぜたの？なんかアロマの匂いですね。嫌だね、磨いてくっついちゃったよね。怖くないの？ちょっと必要なんじゃない？え、だってこれ歯磨き粉ですよ。なんか受け付けないな、俺この匂い。全然怖ないですよ。じゃあ混ぜよ。いきます。怖え。そんなに。いや、まずい。わあ。え、チェキさんさ、匂い聞いてないんだけど、何の匂い？バナナオレンジレモン。混ぜた。混ぜたの。辛い。辛い。これ辛い。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 とんでもない歯磨き粉だわ。辛い。松茸？松茸。あれ、デジカメさん。松茸どう？もう帰りたいわもう。あのリーダーがですよ。皆さん、あのリーダーが帰りたいって言ったこの味、ちょっと一度味わっていただいて。辛い。お、来た。お、結構平気だね。そうだ。おー。